今回は真上から見たテイクオフということで、真上から見るとですね、この僕のやってる順序がよくお分かりになると思うんですよ。今までこの一つ一つのピンポイントをこう YouTube で掘り下げて解説してきたんですけども、まあ例えば板をこう引き返す時にどういう風に返して、足をどういう風に回してるかっていうのも見てもらうのも、何よりもこの寝転ぶ時にこの僕の足のジェットキックを見てほしいです。ジェットキックからの漕ぎ方、そして漕いで何漕ぎぐらいで波に乗ってるのか、漕いだ後にテイクオフした後にどこに立って、立つ前のどこに立って足、前足をすかさず出すんですよ。僕の場合は立ってすかさず 前足だけをちょっと前の方にリーチ持っていって2歩でノーズに行く、ハング5、そこでハング5してセットアップを作ってから10に行く。これも10に行くためのハング5であって、ハング5のためのウォーキングもっと掘り下げると、最初に10行こうと思ってこのテイクオフをしています。で、このテイクオフでこの辺で立ってここで10だと、10行くためにはこのハング5行って10に行く。そしてこのアップスンダウンですね。アップスンダウンはこの動画を見てもらったらわかるので、こう、ただ単にこう板をバンバンやってるわけではなく、こういう風にこう板を、テールを踏んでですね、こうテールと前の足でこのレールをこう動かす感じですね。こういう感じなんですけども、3D ではもうこういう風になってます。このアップに上がってダウンの時の、ダウンからアップに上がる時に、こう一回、テールを蹴ってる感じですね。テールを蹴ってる感じでスピードをつけてカットバックに入ってます。このカットバックも、そのカットバックに入るときにこの肩、前の肩、まあ僕はレギュラーフッターなんで左肩が前になるんですけども、前肩がどういう風に入ってるかも上からだとすごい見やすいので、上から見てもらって肩を入れてから次開けるみたいな感じで入ってるんですよね。これが開きっぱなし、肩を入らずに開きっぱなしだと、次こっちのターン、フロントのターンするときにこう逆に入れにくくなってくるんですよね。開きっぱなしなんで、開いてるところからさらに開くの結構難しいので、こう一回インに持ってくると次こっちに振りやすくなってくるので、まあこのダウン、このターンしてる最中がまあフロントサイドだと降りていくので、ターンしてる最中が降りてるときに、まあスピー肩からスピードつけていって、肩から入っていって、スピードつけていって、こう、踏み込んでいく。テールを踏み込んでいくっていう感じで、アップスンダウンしてる時の、この足幅と、カットバックしてる足幅は、ほぼ一緒で、若干右足を下げるか下げないかぐらいで、こう波によって変わるんですけども、大体変わるんですけども、大体のカットバック、80% 以上の場合は、このアップスンダウン、下げたところでアップスンダウンして、カットバック入る、左肩が入った時に右足をさらにちょっと後ろに下げてます。そこからターンに入るんですよ。下げない状態でターンに入るとすごいレールは入りにくい。やっぱテール踏んでからこのターンに入っていった方がはるかにやりやすいので、この後ろ足を下げてみるっていうのもかなり掘り下げて今まで YouTube でいっぱい言ってきてるのでやってみてください。この上から見るとすごいわかりやすいので、まあほぼ体感で言うと同じタイミングぐらいなんですけども、若干こうばらつきがあると思うんですけど、波によって、まあここも波によって変わるんですけども、絶対このターンに入る前は後ろ足を下げるっていうのをイメージした方がターンはすごいしやすいです。なのでこの波待ちからですね、まあ例えば沖に向かっていく最中から、例えばこの沖に向かっていく最中から、まあ進行方向を変えていって、こういいピークを目指してですね、波を、板を横に向けてから、まっすぐからより横に向けてから振り向いた方が早く振り向けるんですよ。で、絶対忘れてはいけないのはもうジェットキック、寝転ぶ時に。ジェットキックしてあげるとさらにこのギリギリのテイクオフの時とかに有効になるので、漕ぎやすいっていうのもあるんですけども、
まあこう横に触れていってから一回座ってですね、もうその瞬間にもう振り向くっていう技なんですけども、どっちかって振り向く時ももう岸に向けるっていうか、もうこう板をこう引っ張る感じのイメージの方がいいですね。で寝転んでジェットキックからのテイクオフはもうそのハングファイブ行くためのテイクオフ、僕の場合は10なんですけども、このちょっと立った瞬間に左足を前に出して、で右足がもうちょっとさらに前に行って2歩で行ける状態ですね。だから立って多分2秒以内にはもうハングファイブに行ってると思います。その2秒以内にハングファイブ行ってからもう10に行くつもりだったので、そこでコントロールして、どっちかっていうと10に行くときはやっぱりこう上から見てもらったら分かるんですけど、波に対してこういうわけじゃないんですよね。絶対サーフボードってこう向いてるんですよ。こっちが岸だとしたらこう波が来ますよね。だからサーフボードってこういう風にハングファイブ行ってるわけじゃないんですよ。こういう風に岸に向いて、こっちを岸ですよ。でこっちのこっちがノーズだと思ってください。こっちね、こっちがノーズだと思ってこう波来るじゃないですか。こういう風にハングファイブしてるわけじゃないんですよね。こうなんですよ。この動画を見てもらっても分かるんですけども、斜めなんで、体感ではね、どっちかというと岸に向いてハングファイブしていった方が行きやすいです。平行にしていくのはもっと掘れたところとか、すごいもうこうレースする感じですね、波と。多分でも岸から見てもそれも結構もう真横ってなかなかならないんで、こうどっちかというと低ローされる感じで、こういう風にまっすぐ向いていってる感じ、上から見ると結構わかりやすいんですけども、こういう風に走っていく感じなんで、こう体は波に向けるっていうか岸に向けていってあげた方が初めの頃はやりやすいです。それが慣れてくると波に向けたり岸に向けたり、波に向けたり岸に向けたりとこうコントロールできてくるので、一回岸に向ける方法でノーズ行ってみるのもありだと思うので、ぜひ試してみてください。まあ、やり方はいろいろあって、いっぱい掘り下げていってるので、他の動画も見てもらって、こういう上から見るのもすごい勉強になるかなと思うので、今回使わせてもらいました。このカットバック、ターン、どのターンするときも後ろ足を下げるってことを思ってもらえたらいいかと思います。アップスンダウンは、こう、テールを蹴る感じの方がスピードがバンバン前に出てきて、最高のターンが決まる瞬間もやってくると思いますので、ぜひ試してみてください。以上でした。ありがとうございます。